はい、こんにちは、ケンチャンネルです。はい、今回はですね、大谷に使ってみた第2弾です。ドーン。今回はミスターボスさんとランク戦で戦っていきたいと思います。さあ、ゆへトップバッター、はい、来た。これはうまい。これ引っ張れたのうまいよ。さあ、吉田正尚は、はい、終わり。やっても通信を切れない線、柳田は、はい、ツーシームでナイスバッティング。これにはセンターの柳田はびっくりや。さあ、ここで大谷を、さあ、大事な部分、大事な大事な部分できるよ。いや、いけたか今のは。流したな、流し込まないけたな。いけない、オッケー、完璧、いける、オッケー、きたー。いや、これはうまいわ。いや、これが大谷よ。これが大谷の力よ。強すぎる。そして特能体質、岡本さん、ここで帰ってきたね。さあ、田口さんでも特能体質、はい、特能でんで強すぎん。田口ちゃん強すぎん。通信も調整してくる。いける、はぁ、なんなん今のバグですか。打てんよ、正直打てんよ、この球。さあ、スライダーも打てずにっと。はい、次の回行きましょう。さあ、抑えていきよう。さあ、菅野さん、さあ、1番バッターは確定。ここでフォーク、は、あの打率2割4分2厘だったんですけど、相手の打率詐欺ですよね、これは。あ、打率サガーか、打率サガーか。それだったらしゃあないね。さあ、こう打ってくる。オッケー、ナイス、ビシエド。さあ、3番バッターは神。さあ、ここでワンシームは強いよ。インコースのシームは強いよ。はい、来た、はい、確定。さあ、そっと、そっと、アウト。甘い、やべえ、調子乗った。甘い、甘ミスったよ。さあ、落ちは、ここにインコースのシーンはいけるか。いけそうだね、集まりそう。え、学んだ系人間ですか。あ、ギルギル、アウトだぞ。うわ、当たるって。どこに投げるよっつった。もうダメよ、確定。この外角なくらね、なんか引っ張ってくれそうで、アウトするけど無理やったな。で、ここで外角されるな。これ完璧やろ。はい、来た。え、嘘、あ、いや、あ、おお、いや、これが吉田正尚の守備を C なのに取れるっていう、最高。山田哲と投げるよ、完璧。あ、無理だった。ビシドー、超えて、桜、無理。ゲッツーだるいって、そこでのゲッツーは。ビシエド走るな。第2試合もやっていきましょう。今回もですね、もうプラチナ3上がってるんで、正直もう多分達人名人としか当たらない神。はい、千賀無理。千賀無理で黒の9位で打率2割4分2厘。あ、これ勝ったわ。配球ですね、もう1回の表もちゃんと配球していこう。もうミスラン、ツーシームで、はい、勝った。神、山本由伸も神、神に等しい。もう山本由伸の髪の毛一本一本は10万円ぐらいの価値する。ダメだもん。さあ、ここで完璧なフォーク。さあ、スライダー、ストレートで、引っ張らせようと思ったけど無理だったが、ここで通信は強いよ。さあ、通信、え、あ、これぞ打率サガーですね。さあ、さっきなんか2割4分2厘っていう表示が見えてたんで、あ、終わったわこれ。はい、完璧。ここで抜いてつらいぞ。あ、響くこれ。ただそれをもう何にも感じず、6点7点8点9点も100点取るのは僕なんで。はい、来た、岡本ちゃん強っ。そんな守備よかったっけ、今の一郎級の守備は。普通に
ここで余すとと言いながら厳しいすれと、はい、完璧。絶対詰まる、ここは。で、ここでのスプリットはツーシームじゃなくてスプリット、完璧。さあ、さあ、ここ1点取らないと終わるぞ、マジで。線が無理だって、みんな分かってるとで線が無理です、僕。ケイヤン、ケイヤン、ケイヤン、線が無理だ、無理だ。ストレートど真ん中するのかな、けども、うん、マジで。せー、村上。さあ、ここで1番バッターは村上、神。はい、ドラッグで、あ、ミスった。ミスった、ミスった。あー、お、神。アマドラ。はい、今から呼ぶことにするわ。アマドラ。朝ドラみたいで面白いね。あ、そこで早速打たれていくと、2割4分2厘のもうバッティングじゃないよ。3割超えのバッティングよ。さっきのアキラで打てるってことはエグいよ、この人。強すぎる。たまたまかな。ここで高速サイドギリギリ。入るか入らんかわからん、俺も。入った、ナイス。さあ、ここで高めのストレートを見せることで、振ってくると。はい、完璧。で、最後に、ツーシームで見せて、フォー、スプリット。で、最後にフォークで振らせていくと。完璧じゃないんだよ、もう。おお、ここでツーシームは打ってくる。完璧。入った。せや。福留さん、それ切れるか。まずここは長径だな。はい。で、ドラッグで追い込みたい。打てるか打てるかな。おー。怖っ。うわ、痛そう。多分、押せ切れだな。嬉しいな。さ、大谷さーん。行ってますか？あ、来た。ケイン、見てるよ。見えてるよ。ここですると、もう見えとる。ツーシーム頑張りで言ってる。ツーシーム頑張り。はい、ツーシーム。フォークと思った一瞬。ツーシームと、あ、もうツーシーム張ってても、あ、もう全然大切やん。ただ、抑えられて、はい、抑えられていくと、はい。さよなら、試合終了。さあ、次の試合です。おー、ここで大谷第3打席です。試合で言うと。でもなんかまた負けそう。松葉って強いんだね、案外。あ、でもミキサーかけちゃったわ。やべえ、強すぎる、これは。もう打ってくよ。来た！そこ詰まる？今詰まってなかったよね、普通に。いや、相手強いよ。ただに強いだけじゃん。ひどすぎるって、それはいじめですか。ここでフォークは強い。抜けフォーク。制限が悪いとこうなるのか。強っ。ね、制限がね、40下回った場合、大きめのフォーク、ちょうど、真ん中の下辺から投げると、結構抜けフォーなりやすいんで、ちょうどいい抜けフォーなんですよ。だからもう神。それを狙った方がいいと思う。それでは40ぐらいの人はね、50ぐらいの人はもう確実に抜き方から入ってくる。もう打たれてるけどね。ホワイトスタンドを締める。もうここは勝てる、いける。はい、勝った。神。いや、もうほんと強い。藤浪強すぎる。まで、ね、チート級の強さがある。もうね、もうストレートツーシーム投げるだけでもう読み打ちないよ、相手が。欲しい、これが強さ。お疲れさんです。いける、抑えろ。はい、完璧。ここで外角ツーシームで抑えると。はい、きた。ここをまたちょっと下目のやつで抜け方、完璧抜け方。これが抜け方よ。岡本、坂本、山田。岡本、坂本、死んでいった。山田、神。外角の、松葉さんの外角のスラブには長、引っ張った方がいい、絶対。試合終了、お疲れ様でした。今回はここら辺で終わっていきましょうかね。大谷、結論強いです。はい、はい、今日はですね、友達のアカウントでもう、累計終わらせたんで、頑張ってもう、
代行して終わらせたんですよ、頑張って。なのでもう、もうあのしかもさっき弾いてる途中に落ちまして、今大変ショックで、おそらく一覧見れば分かると思うけど多分ないよね、企画書欄には。そうよね、30パー弾きながらやもんね。はい、じゃあ OK です。じゃあ選手量見ていきましょう。一覧、はい来い。 S じゃない、東郷いいな、欲しい、なんか欲しい。いやー、元巨人女性からすると欲しいです。頑張れ頑張れオリックス、頑張れ頑張れオリックス。